レベリオン。皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン DJ です。では本日は、ゴーバズレアシ、やっていこうと思いますよ。いや、やっぱそうだよな。あれ？コレクション取ってないやん。今見て、へぇってなった。ちょっとびっくりした。うん。あれってなって。コレクション取ってませんでした。なってる。ちょっとびっくりした。レベリオン。あ、あれな。レベリオンそう。ん？レベリオン。よいしょっと。フィールドガイド入手。あざーす。ミスったごめん。レベル押すつもりなかったん。ほんまやで。ここら辺でやり残せることないかな、もう。あの肖像画が空白だった理由が分かって。ないな。いや、あった。あ、よ、湧いてもろて。ん？あ、これ、こいつやね。レベリオン。よーし。楽でいいわ。レベリオン。ん？うん。キーンって音が聞こえてきた。気がした。こっちか。こっちだ。こっちだ。お、なんかあった。いけるかな、いけた、よーし。そこな。そこな。これは7時45分程度かな、おお。レベリオン。キーン言うとんな。この辺りか。あの。お？外かーい！いや、これ外かーいやんの。コレクション。いや、あった！こいつだ。なんだこれは。マネ妖怪のクローゼット。強力なマネ妖怪が住み着いていたとされる古い戸棚。イースさんによると、五輪の強力が力を合わせて、対地に当たったため、マリ妖怪は、サラニン県、竜巻、ハギス、ハンガリーホーン、テール州、誰かの義理の母に分裂してしまったという。やばレベリオン。まだあるな、ただ。何があるかな。デミガイズだ。デミガイズだ？あ、ほんとだ。気づかなんだ。夜にする。見つけたよ、デミガイズ。あ、まだあった。夜にしないとわからなかったな、これは。やばいやろ。レベリオン。なんかある。お、お知らせ。様々な職員が懇親会を開きたがっていると助言をいただきました。意義はありません。もちろん授業時間外に開催し、私の集中力が途切れるほど陽気でないことを求めますが、そこまで強く交流したがっている皆さんに自由にお任せします。当日はおそらく忙しいでしょうが、いただいた招待状には目を通しておきます。私の欠席が会合を台無しにしてしまうのは承知していますよ。また、懇親会は30分で十分でしょう。各種の音楽が厳禁であることをご留意ください。フィニアス・ナイチュラス・ブラック・ゴジョ、追伸。ノラネズミやニーズルを引き寄せてしまうため、頭類は提供しないでください。また、このふざけた会の参加人数はなるべく4人までに抑えるように。ふざけた会って。レベリオン。外だな、これ、一個。142もの階段がある中、私が設置されるのがここだ。お、ここだった。ユリウスの絵。そうなんやね。君の傲慢さを前に、私たちの石の心は喜びに満ちているよ。
誰が言っている？まあいいや。レベリオ。この中よね、確かに。レバルト。やっぱ一個残ってんな。なんだこれ、ほんま。わからん。わからんってな。図書館では全部取ったっけな。こんなおぞましい場所が私にふさわしいものか。レベリオ。セスボの匂いが。あ、金言っとんな。お、向こう側なんか。これはグレイシアスかな。おそらく。これにそぼ。グレイシアス。ですね。レベリオ。うん。ないな。なぜ再配置されている校長のメモが。おっと、あ、あったわ。どこ、あかーん、あかーん。どう、来る来る、あ、ミスた。入れてたら来て。さっき行った後だった。悲しみ。ま、そこ！オッケー！トークンゲットだぜ。レベリオ！上だな。これ、上だな、感じ的に。レベリオ！どっち？こちら側？違う、あ、こっち、あ、こっち、こいつや。スピリチュアルガイドのページ。昔の師匠。へぇ。あ、向こう側あるやん。いけんけど。レベリオ。お、近い近い。この辺りだ。こいつだ。なんか前にも撮ったような気がするが。気がするだけやね。魔法の本。うん。聞こえない。オッケー。ホグワーツの難問あたり、ちょっと全然見てないから見ていこう。次回はね、レベリオ。クエストやって、探索がメインになりつつある、なると思う。探索がメインになるとは思う。けーん言っとんだ。こっちから聞こえた。こっちや。どこだ。こいつかな。あ、向こう側か。見えた。レベリオ。よーし。40の色ね。オッケーです。いやー、ほんと多いよな。
あ、この中なんかある。いいよ。レベル2ロック。アロホモーラ。あそこね。これは10時15分ぐらい。かな。なんて思ってもよい、11。閉まられたら止まる。レベリオ。お、マジか。ルーモス。あ、これ外にあったような気が。この辺りじゃね？そんな気したんだが。違うんか。そっか。切れてなくやられることあるからさ。やってみたけど、なかった。あれこれどこだなら。向こう側かななら。あ、グリフィンドール城になってるから違うな。あれ？1エリアで完結してんのかこれは。もしや。わからんなってきた。レビ要素。よし、レビ要素。オッケー。フィールドがいいぞで、ここだったよね。アロホモーラ。アロホモーラ。あ、上か。そこな。これは、11時かな。そこら辺かななんて思ってる。うわ。何これ？レベリオ。は？え？レビオ。なんかあったんだが。あ、ちょっと待って。アクション。ちゃ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 。ここ。オッケー、ナイス。なんなん、行かせねえよってか。この野郎。何かあるんだよ。もしかしてこれか？ちゃうな。レビオさん。ちゃうな。ルーモス。ルーモスでもないしな。ゴブリンゴ、ボンバーだ。ちゃうな。もしや、これ、そういうことか。さっき一度なりかけとったから。何かあるっつうことね。あ、これか。アレストモメンタム。だよね。アレストモメンタム。間違えた。
入れたー。いや、お前かーい。え、ま、なんかしてなかった。バレとるやないかーいってね。あら、バレ、あれ、一度出たから入ってきてると思わんかったんかな、もう思わんかったんかなって。レベリオン。で、さっき何かこの辺り飛んでたような何かが。お、なんか上まだあった。ちょっと気づかなかった、それは。お？あ、ここのことか。よーし！一夜！うわ！今、オッケー！やった！確かにやったんだよ。寮のトークンゲット。レベリオン。まだ上がある。やば。お、お、なんだ？ああ、つまりそれもこういうことか。むずい。こっからすんのかな？それだと気づくねって。いやー、ちょっと無理。つまりこっから狙いつうことか。うん。こっち戻ってきたらやろう。アレスト揉めた。よし。頼むよ。オッケー、これだ、助かった。何かあんねやろ。よーし。入ってきてと。未確認だと。金言っとんな。上かこれもしや。ん？なんだここ。わからんなってきた。だんだん入り組みすぎててやべえ。レベリオン。こっちには無理と。ん？どこ行かせる気？なんか絶対気のせいか。とこっちか。ん？なんかある。お、近い。向こう側ね。これね。時計仕掛け。付き合わせたくないものであるため、一部の人々にはプライバシーを確保できる貴重な場所になっている。へえ、そうなんや。お、ウィギンウェルデーク、やったー。レベリオン。お、まだアイテムが。ちょっと待って。これ、もしや例の、あれでは。コンプリンゴ。これでは？ですね。アクション。よし。いろんなとこにあんな。やばいな、これ。探索するの楽しいなってくるんだ、だんだんな。大人は不甲斐ないわね。アロホモーラ。アロホモーラ。不甲斐ないわねって言ってる横でアロホモーラ。堂々としすぎか。それね。なるほど。8時15分当てる。
実際に。じゃあ、アルホモルスだわ、あの人言われそうだよ。ホグワーツ魔法魔術学校、医務室。担当医者、ノーリン・ベイリー看護師。患者名、タスミナ・マクラーゲン。推測ってどういうことやろ、年齢ね。13歳ね。この患者は頭がない状態で転がり込んできた。は？頭がない状態？どういうことじゃ、ほんま。善良で点呼を取り、校長の助けが一切得られなかった結果、この生徒は、タスミナ・マクラーゲンである可能性が最も高いと結論付けた。当然ながら一卒は困難だったが、この子は、消失病だと、判別することができた。私は直ちに聖マンゴへ移送するように進言した。診断された病気は一刻を争う治療が必要で、ほとんど首らしにくれが、とても運がいいと、永遠にぼやきながらあたりを漂っているからでもある。そうな。運がいいの。今後も首の姿勢というの対応を妨害するなら、校長に介入を頼むしかなくなってきてしまう。追記。患者は回復中であり、もうすぐ城に戻るだろうとのこと。どうでもいいが、最近のニックは私を避けるようになっている。子供っぽく拗ねていると分析することが可能である。拗ねてんのかい。レベリオン。なんか金融とんな。お、アイテムある。取れたね。オッケーオッケー。間近く。どこだ？ない。けど近いからここら辺だわ。と思うやん。なかった。どっちかわからんのよな、実際。レベリオン。なるほど。ほう。下じゃね、これ。お、あ、いつもあった。横失礼しますね。上か下だわ。あった！こいつや！ボケのボリス。なんか笑ってしまうんだが。どっかにいるのを連れてこなければ。これあれやん。レビ要素。レビ要素。ナイス。レベリオン。いや、まだ金言っとんで。どこだ？こっちか。お？なるほどな。お、まあ、ここにもあった。へぇ。ありすぎ。焦る。あ、そこかな。これは5時頃かな。5時頃かね。いや、秒針からして、12時20分頃ぐらい。レベリオン。あ、ここ、こいつか。監督専用の浴室。ね。気がもう特徴的なんや。なんかあるな、まだ。ここにはないかもしれんけど。ここじゃないな。ここじゃないけど、どこかにもある。なんだ？ああ、トイレか。何や、ってこと。こちら側やね。レベリオン。あったあった。これこれ。どうした？あ、来た。ようやく行けた。あ、ちょ。何どんどんねんってね。旗来たかったからさ、さっきにも。罰を押してジャンプしてもうたんよね。よし。ナイス。この下じゃね？
って思うんだが。レベリオ。ほら、ツリーロックかい。あ、あった。こいつや。フィールドガイドのページ。宝石を散りぼみた紙の甲羅。紙の甲羅なんや。レベリオ。なんやろな。とある、ポケモンかな。じゃあじゃあ、おい、そこへ。おい、そこへ。なるよね。あ、まだ金言っとんな。あ、なんかあった。見えた。ツーロック。アロホモーラ。アロホモーラ。やっちゃうよね、見えたら。これは6時55分前後やね。50分とか、そこらへん。これもかい！あれ？あった！そこな。なるほど。1時10分あたり？レベリオ。ん？あ、こんなとこにあった。冒険小説集。古くわずかに傷んだ冒険小説のシリーズね。へぇ。あるよね。シリーズ系でさ。東野圭吾とか。そんな感じかなって思った。おー来たちょっと待ってて、無理ばい。実は手紙を受け取りました。あなたとナツアイがホグワーツで順調に過ごしていることが分かって心から嬉しいわ。最近のナツアイが多少扱いづらいにしてもね、思うにそれは仕方のないことじゃないかしら。だって私たちの娘は二人ともなんていうか意志が強いもの。我がルーではみんなあなたを恋しがってます。あなたがいないと変な感じですから。でも私たちはどうしてあなたが前に進まなければならないと思ったのかは分かっています。あの状況では私だってとどまることができなかっただと思うわ。本当に人生って私たちを思わぬ道に送り出そうよね。何が待ち受けているかは誰にも分からない。あなたのように眼力を持った一人さえも。でもあなたとナツアイには絶対にいいことが待ってるわ。行き先がホグワーツであれどこであれ。次のお供を、お手紙を楽しみにしてますね。それまでは今後を祈ってます。あなたの充実な後も甘い。レベリオ。まだあんじゃねえんだな。よう見逃すからな、俺な。確かに何かあった。なんだあれ。なんだあれはって。どっから行けるんだあれはって。こっちからじゃ無理。レベル1ロック。アロホモーラ。なんだろう、アロホモラ祭りだわ。あれ？あ、そこな。4時、16時に40分って言うんですか？いやいや、別に言わんでええから。レベリオ。なんかある。愛しいエイブラハム。あなたの主催のすぐ外の通りで地元の子供たちがゴブストーンをしているとは知った。きっととても喜ぶでしょうね。すごく、大丈夫すごく可愛い子たちはすごい、一番幼い子が自分のゴブストーンセットを持っていないようだったから、あなたのお貸してあげたわ。もちろん構わないわよね。城には何も問題がなければいいけど、あなたが無事に到着してほっとしたわ。魔法省の方の方の恐ろしい話を聞いての。
その方がエリエザーと移動していたというのは本当なの？それに生徒と？とにかくひどい話だわ。時間ができたら手紙をください。今年の予備予選試合の参加者の話が聞きたくてたまらないわ。生徒たちが本当にあなたのことが大好きなのね。愛を込めて、M。レベリオ。人いたけど。ちょっと不安になるわ。ちょっと前ごめんね。通販ですよね。ほんまに。ほんまない？ほんまにないかやな。なさそうだな、こりゃ。ちょっと焦った。おっと？あ、これか。雲はどこだ？橋か。で、ゴーと刺して、あれ、13、あれ？ゼロでいいってことじゃね？ゴーと刺す、8 そうやね。ゼロでいいやったら、この袋じゃね？袋っぽいやつじゃね？あ、これ。合ってるよね？うん、合ってる合ってる。上はそれ。で、下は？これ。どこ？ここ9やから。あの形。2か。3と2で5やから、5と、9やね。9ってことはこれだ。うん。違う。それ。オッケー終了。レベリオ。またこれも上あんの？マジですか？マジですか？オッケー、コレクションゲット。木製メガネ。あ、これで終わり？あ、そう。表紙抜け。微妙に表紙抜けだった。お？とにかく素晴らしい。お、来た。こんなに踏み出しに行くか。レベリオ。そう思うようになってきまして。実に彼らしいでしょ。ご主人様は威厳ある方です。勝ち目がある。良ければ私なんかいられるとうるせえな。お、あれやん。いや、もうそろそろかな。ただちょっと。あ、そっか、あ、遅い。遅い。なのに誰もその仕事をきちんとしてはくれないのですよ。スクロープは起きる。だいぶ遅いな。あ、よし、あ、よし、行けた。よし。全くです。重ねて。全くです。首なしリックよ。よし、行ける。おお。これは6時15、18時15分ですね。どれかよ。レベリオ。お、アイテムある。お、これもか。アロホモーラ。アロホモーラ多すぎやろ。下ね。これは6時10分程度やな。うっそー、うそりはございませんって話じゃん。マジかーいってなるわ、ほんま。もういっぱいなった。はいや。いや、はいやってなるわ、ほんま。
功だけ発揮しといてなら。ミス、マジかよ、これ。レベリオン。どうした？あったあった、エリエザー。ん？ボートラックルのことは当たってたわね。1クルートをあげる。ミリアム。おい、そこ。やっぱコロナ禍じゃね？感じ的に。レベリオン。ないな。ただ、ちゃうな、なら。ああ、なんかあった。フィグ先生、君が最近送った袋を受け取った。返事が遅れてしまわない。それよりも最近導入されたわけでもないクイリッチのスツージングペナルティについて未だにたくさんの手紙をいただいているのだよ。信用すればそのこのスポットを現代化させているのだがな。クイリッチのキーパーが完全に潰されるのを見たまでる観客がこれほどたくさんいるのが実に驚きだ。最近送ってくれた手紙の件だが、魔法省魔法界に対するありとあらゆる脅威を深刻に受け止めている。君の懸念は記録しておいたし、時間があり次第、魔法法執行部が詳しく調べるだろう。予定が空いていればあの話だが、君みたいに優れた魔法使いの意見を尊重しており、物事にはしっかり対処しているので安心してほしい。もしよかったら私の秘書に頼んで、今年のクイリッチ優勝戦のチケットを2枚分、君のために確保してもらおう。うまく管理された効率的な政府の結果を見たら、君はさぞ喜ぶだろう。今後ともよろしく。フィルス・スパビン魔法大臣。あ、ここ、フィグ先生の部屋だったかな。なんだろう、ちょっと悲しくなる。レベリオン。ちょっと悲しくなるね。レベリオン。いないなぁ。あんまりいないな。おっと、これは、何が？なんだこれは？うわ、暗っ！うわ、暗っ！だって。ルーモス。ルーモス、ルーモス。レベリオ。ルーモス。あった、これや。サーヴィル・ブラウン。レベリオ。ルーモス。レベリオン。ルーモス。終わったけど、終わったけども、ぐー、ゲボーイ。やめろ、それ。効果音やめて。あ、いてま、たーばかー無理、今無理。バイオレット。もし、私より先に着いたら、蜂蜜酒をもっと調達してくれない？4階の廊下に飾られてる誰かが別の額縁に在庫をいっぱい抱えてるはずよ。レベリオン。あった。ちょっと、ま、やばいな。しょうがない。しょうがないって。どこだ？装備こっちか。レベル36の武器とか防具。欲しいんだが、なかなか出てこんのよな。ルーモス。どこそこーってなって。ってなって。あ。その前に見つけてしもうた。しょうがない。コンプリンゴ！よし。フィールドガイド、ナイス。どうだ。ルーモス。これは何か、扉があって、
あった。あった、いつの間にか来たって。ちょっとびっくりした。よし、終わったんじゃねこれで。うん。終わった終わった。ホグワーツの、いや、フィールドバイ。44。あと、6つやったら終わろう。今日はもう、何かあったよね。アロホモーラ。覚えとったね。は？あ、そこな。あ？そこか。厳しいな。よーし。20分後ぐらい。言ってる場合ちゃうんだな。レベリオン。アイテム発見。おお。逆に痩せる。外だ。レベリオ。あったあった。フィールドガイド。オッケー。呪いのトイレ。怖っ。ビーブスお気に入りのいたずらスポットのため、よほどの緊急事態でない限り、このトイレを使うのはやめよう。あ、そうなんや。さっきそのめっちゃ出たもんな、水とか。よほど。花子さんじゃなく、呪いのビーブスだった。レベリオ。ん？あ、気のせいか。おっと？あれかー、見えた。こいつな。ビーズのガイド。ヒョロチョーラックラン。ヒョロ長かな。うん。感じ的な。うん。なんかちょっと違くねって思った。うん、読んで。で？レベリオ。あ、そこ！わかりにくいやん、ま。アーガルイシャーの地図。あ、じゃあ、アーガイルシャーの地図。ちょっとごめん。完全間違えた。ここだったか。ただ、レベリオ。ん？なるほどね。いろいろあるよな、ほんま。ジョイント。お、あるある。レビオーソー。レビオーソー。よし、ビルドガイドのページ。残り2個。残り2個すれば。こっちかな？どこだそこ。どこだそこは。どっから入れんのあそこ。レベリオ。あ、ここか。オッケー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 。レビオ。よし、レビ要素。よし、残り1個。いやー、長い。レベリオ。あ、何かある。チェックポイントかな？やっちゃうわ。ルーモス。ルーモス？どこそこ落ちるって。
こいつや。わかったわかった。じゃあ行こう。戻ろう。この下だったよね。オッケー、あったあった。オッケー。終了。50個きたー。100個とかくんじゃね。集める、チャレンジ成功。本当に本当にってなる。ちょっと不安になる。あ、クリア済みですわ。よかったーよかったーってなるわ。ま、ん、オグズミードリフィールドガイドのページ25枚か。おぉ。よし、ついに終わった。チャレンジがね。とりあえず今回は、なので、50個やったら終わりね。ここら辺で終わらせていただきます。次回ね、やることを、ちょっと、言っておきますと。クエストね、全部終わらせたいね。クエストね。ここら辺ね。注意深いウィーズリーしかり、ムーンの背後の男。とか、こういうのも、すべて終わらせたい。終わらせたいよ。ただ、ムーンの背後の男の、このクエストは、ね、デミガイズの月、結構集めないといけないんで、ちょっと骨折れるかな、とは思ったりもするけど。あと、ここ、いけるんじゃね？あ、14個か。残り2個だな。どこにあんのやろな。わからんけど。これもやりたいね。終わらせたいね。大昼までポピーリアン。ああ。この人と会って話をしてみようと。では、まあ、今回は、乱落のドラゴンで倒したんで、それもあって、ちょっと疲れたっていうのもある。別の意味で疲れる。あとは。死にゲーとまた違うからさ。ではね、まあ、ご視聴の方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アリュー、アリオス、グッバイ、サラバ。